こんにちは。今回は、ストレートジャンプのニュートグラブを解説していくよ。ニュートグラブは、基本的なグラブの一つで、手と反対側の板の前の外側を掴むトリックだよ。ストレートジャンプと同じようにアプローチ。グラブを焦らずに、まずはしっかりストレートジャンプ。飛び出したのを確認してから、体を小さく、放物線の頂点でグラブ、そのままキープして、ランディングを確認しながら、グラブを解放、ストレートと同じように着地。しっかり飛び出してから動き始めることで空中でも安定した状態で体を動かせるよ。それと掴む手が下がるので逆の手を上げるとバランスが取りやすいよ。グラブができるとストレートジャンプをかっこよく見せれるのでチャレンジしてみてね。質問、コメントお待ちしております。